はい、ごま油。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、私の大好きな春キャベツを使った最近流行りの豪快な春キャベツステーキの作り方を紹介させていただきます。そしてね、美味しく仕上げるためのポイントがね、少しありますんで、ぜひ動画でね、確認しながら美味しい春キャベツステーキ作ってください。そしてね、今回ちょっと面白い調味料を使いますんで、その調味料もね、かなりおすすめなんで、ぜひ確認してみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら春キャベツ、量はお好みで構いません。今回はね、4分の1個使います。そしてニンニク1つ。まあ、ニンニクが苦手な方や香りがあって食べれないっていう方はね、なくても構いません。ただ私はこれあった方が美味しいと思います。はい、ごま油適量。そしてこちら、ちょっとね、今アメリカなんかで流行っているキノコのね、美味しさが詰まった旨味調味料。まあね、キノコの旨味が混ざった塩コショウみたいなもんなんで、これ結構おすすめ。むちゃくちゃ美味しい。一応購入先説明欄の方にね、リンク貼っとくんで覗いてみてください。あの、日本でも買えちゃいます。まあ、あとはね、こういうハウス食品さんの香りソルトみたいなシーズニング系の塩コショウがおすすめ。まあ、もちろんシンプルな塩コショウでも十分美味しいです。材料は以上でーす。はい、まずは春キャベツなんですが、この芯のところを中心にしながら、そうですね、今回の大きさやったら3等分ぐらいかな。はい、こんな感じで串型にしてください。ほんとね、春キャベツのね、豪快なステーキ、むちゃくちゃ美味しいんで、はい、こんな感じで串型に切っちゃいましょう。はい、そしてニンニク、こちらは包丁の腹でグイッと押しつぶしといてください。はい、もうこれだけで OK です。はい、こちら、まずフライパンにサラダ油やオリーブオイルをね、少し入れてください。はい、そこへ潰しといたニンニクを乗せる。この状態で弱火で加熱して温めてください。徐々に加熱されてニンニクの香りが引き立ってきますので、そしたら油をね、全体的に広げます。はい、弱火でじっくり温めてニンニクの香りがね、立ち上ってきたら油を全体に広げる。そしたら火力をとろ火に変えてください。はい、弱火よりさらに落としちゃいます。もうこれでフライパン結構温まってるんでね、火力を下げてください。はい、そこへ切り分けといた春キャベツ。はい、もうニンニクはね、端っこの方に寄せといてください。はい、豪快に入れちゃいましょう。入らんかな。よいしょ。はい、いけたいけた。そして蓋をします。はい、この状態でもう動かさないように約3分蒸し焼きにして、春キャベツの方にね、香ばしい焼き色をつけながら、まずはじっくりと火を通していきます。はいよ、今だいたいね、3分ほどじっくり蒸し焼きにしました。そしたら春キャベツひっくり返してください。わ、見て、美味しそう。この時、はい、こんな感じでね、うっすらと焼き焦げた感じの色がついてるのがおすすめ。この春キャベツをね、軽く焼き焦がすことで香ばしさが加わり、さらにじっくり蒸し焼きにするのでね、甘みも引き立ちます。ニンニクの方は焦げないようにひっくり返しといてください。はい、そしたら再び蓋をして約3分さらに蒸し焼きにして、全体的に火を通していきます。はい、この時ね、裏側に香ばしい焼き色をつける感じで軽く焼き焦がしてください。このね、焼き焦がすのがポイント。あいよー、じっくり蒸し焼きにして香ばしい焼き色を表面につけたら OK。 もうね、弱い火力でじっくりと火を通すことで春キャベツの甘みもね、めちゃくちゃ引き立って美味しい。はい、いい感じにね、火が通ったら盛り付けちゃいましょう。はい、こちら、じっくり蒸し焼きにして火を通した春キャベツステーキ。じゃあ仕上げですね。はい、ごま油。上からね、タラタラっと適当にかけてください。あの一緒に焼いといたニンニクは別に食べなくてもいいですし、お好きな方は細かくみじん切りにしてね、振りかけといてください。そして塩コショウね。今回はこのアメリカで流行ってると言われるキノコの旨味たっぷり。はい、こいつをね、パラパラーっとかけちゃいます。はい、もうシンプルに塩コショウだけでうまいんでね。
はい、これで完成。ほんとね、香ばしくて甘くなった春キャベツのステーキ。まあお好みでね、一味唐辛子を振りかけたり粉チーズなんかかけても美味しいです。まあ今回はシンプルにね、塩コショウでいっちゃいますわ。それでは、キューマッポーいただきます。うん、春キャベツ激甘、うまっ。やっぱりね、じっくり蒸し焼きですよ。そして表面を軽く焼き焦がしてるんで、むちゃくちゃ食欲を刺激してくる風味がついて、ほんとね、味わい深く止まらんやつ。いや、味付けもね、シンプルに塩コショウ、そしてこのごま油の風味とニンニクの風味が効いてマジでやばいのよ。うまっ。いや、このね、キノコの旨味が効いた調味料、むちゃくちゃおすすめ。マジで説明欄にね、リンク貼っとくんで覗いてみてください。これ何にかけてもいける、結構万能な調味料です。いや、このね、芯のとこも甘くてうまいっすよね。たまらんわ。やっぱ春キャベツは焼き一択っすね。マジでうまい。はい、じゃあ今日も乾杯。あー、キャベツステーキむちゃくちゃビールに合うやん。最高。いや、もうこれ切ってフライパンにのせて焼くだけやし、むちゃくちゃ簡単。うん、ほんとね、柔らかいところとシャキシャキのところもあって、結構豪快に焼いて仕上げるんで、キャベツの消費にもおすすめ。え、めちゃくちゃうまい。しかもおつまみにもなるし、いっぱい食べたってね、キャベツなんで罪悪感もない。ほんとおすすめ。あ、うまっ。いや、これやったらもうキャベツ1個ぐらい余裕でなくなっちゃいますよ。ほんとね、今回のポイントはじっくり蒸し焼きにして火を通しながら表面を軽く焼き焦がす。これが大事。もうこれで春キャベツの美味しさね、何倍にも膨れ上がって最高。うますぎ。キャベツを食べることで得られる健康効果1、ストレス緩和。ビタミン C がストレスへの抵抗力を強める効果があります。 2. 免疫力向上。ビタミン C は風邪や疾病への免疫力を高め、抗酸化作用により疾病から防衛する効果が期待できます。 3. 肌の健康維持。ビタミン C はコラーゲンの合成に必要で、健康な肌を維持する効果があります。 4. 便秘解消。食物繊維が腸内環境を整え、便秘の予防や改善に役立ちます。5. 動脈硬化の予防。ビタミン C と食物繊維が動脈硬化のリスクを減らす効果があります。